2002年4月18日、東北で一人暮らしをしていた加藤さんという女性に、突然、大阪の西成区役所から電話がかかってきた。内容は、数週間の間に2度にわたって転入届をした際に、書類の記載ミスがあったというもの。職員によれば、短期間で実家のある大阪と東北の現住所の間で、最近2度にわたって住所を変更する手続きがあったという。加藤さんは長らく東北で暮らしており、住所を一度も移したことはない。全く身に覚えのない連絡だった。誰かが加藤さんの住民票を勝手に移していたのである。不審に思った加藤さんは戸籍を取り寄せて調べてみると、なんと大阪で暮らしているはずの父善一郎さんが2ヶ月前に死亡していたことが判明した。確かに以前から父と連絡が取れなかったが、まさか亡くなっているとは思っていなかった加藤さんは大阪府警を訪ねた。警察で詳しく話を聞くと、善一郎さんは病死したとのこと。また不可解なことに、死亡届を出された場所が加藤家にとって縁もゆかりもない石川県だった。検視は石川県警でやっていたため、その時の写真を見せてもらうと驚愕の事態が発覚。警察で検視した善一郎さんは全くの別人だった。これがきっかけとなり、警察は捜査を開始。すると恐ろしい事件に善一郎さんが巻き込まれていたことが判明していく。戸籍謄本を見てみると、1年ほど前に善一郎さんは中国人のインリナという女性と再婚していたことが記載されていた。インリナが間違いなく父の死に関わっていると判断した警察は、この中国人の女を調べた。善一郎さんの再婚相手だったインリナは、善一郎さんがよく通っていたスナックの経営者、西成区で活動しており、警察がインリナについて聞き込み調査を行うと、ホームレスからの評判が非常によく、救いの女神と呼ばれていた。さらに警察が調査をしてみると、善一郎さんが生前に所有していた西成にある380坪の土地が全てインリナに相続されていることが分かった。しかし善一郎さんには3人の娘がいる。ここをすっ飛ばしてインリナが全て相続するなど、許可なしにできるはずがない。警察が遺産相続を担当した法務局の職員に話を聞くと、姉妹が遺産を放棄していたことになっていた。しかしこの話を当の娘たちは誰も知らなかった。そもそもインリナとは何者なのか。インリナは中国の北京出身。42歳の時に日本人男性と結婚し来日。日本人男性と結婚して日本に来たのではなく、日本に来るために日本人男性と結婚したのである。日本に来てしまえば旦那は用済みで、すぐに離婚し西成でスナックを開店させる。インリナはとにかくお金が大好きだった。というよりお金しか信じていなかった。スナックの経営は順調だったが、せっかく日本に来たからにはその収益だけでは満足できなかった。そしてインリナが目をつけたのが寂しい孤独老人である。インリナのスナックの常連客の中でひときわ大きい資産を所有していた男がいた。それこそが加藤善一郎さんだった。インリナは加藤さんを落とし込め、遺産目当てで加藤さんと結婚。善一郎さんは高齢だったため、すぐに死ぬだろうと読んでいたのである。しかし善一郎さんは77歳と高齢だったが、とても元気で息を引き取る気配など全くなかった。さっさと死んでもらって遺産を相続する腹積もりだったインリナは当てが外れてしまった。そしてインリナは最低の発想をする。善一郎さんの遺産を相続するために替え玉を用意すればいいと思いついたのである。そしてスナックを閉店した直後に善一郎さんは消息を絶った。インリナが善一郎さんを消したのである。まず善一郎さんの死を偽装する必要があった。
善一郎さんを病死したように見せかけるため糖尿病を患っているホームレスを探した。インディナはホームレスからの評判が異常に良かったが、それは善一郎さんの身代わりを探しており、積極的にホームレスと関わっていたからである。そして重度の糖尿病にかかっていたホームレスの近藤明さんがインディナの目に留まった。仲を深めて静養先にいいところがあると言って近藤さんを石川県にある一軒家に移動させた。一軒家に迎え入れたところでインディナの協力者である越田俊明と共に近藤さんを拘束して監禁。インスリンを定期的に打たなければ死んでしまうほどの重症だった近藤さんは放置されたことであっけなく死んでしまった。その後病死したと言って医師に連絡。警察も来たが事件性を疑うこともなく検視結果は病死として処理した。後に発覚するがインディナは近藤さんより先に善一郎さんの身代わりになる糖尿病患者のホームレス高木清さんに目をつけていた。しかし高木さんはそこまで血糖値が悪くなかったため病死を偽装できない。役立たずと判断された高木さんは後日バラバラ遺体となって発見されている。近藤さんを善一郎さんに偽装させ病死させることに成功したインディナはこの際に不正入手した印鑑登録証を使って娘たちが遺産を相続放棄したように装ったのである。法務局の職員に疑われないように相続会議の前に善一郎さんの娘さんの住民票を大阪に移しておき相続させるといった手の込んだことをしていた。そして娘さんに住民票を移したことがバレないように再び東北に戻し、その際娘さんの替え玉に大阪の土地をインディナに譲ると告げさせた。こうしてインディナは善一郎さんの土地のすべてを相続したのである。善一郎さんの娘が事件に気づきインディナは指名手配された。協力者の越田は逮捕され犯行をあっさりと自供した。ここで事件の全容を知った警察であったが肝心のインディナが捕まらない。しかし事件発覚から5年後事件のことを週刊誌の記事で知っていた一般男性からの通報によりインディナを確保、ようやく逮捕することができたのである。しかし一つ問題があった。善一郎さんの遺体を発見することができなかったのである。またバラバラ遺体となった高木さんを手にかけた直接的な証拠がなく裁判でどうなるのかが注目された。インディナは善一郎さん、高木さん、近藤さんの3人はいずれも殺しておらず遺産を相続する計画などしていないとして無罪を主張。検察は間接証拠を組み立ててインディナと越田の犯行を立証した。時折インディナは検察の主張に対し全部嘘でしょう、検察側は証拠を出しなさいと訴え裁判長から一喝される場面もあった。そして下された判決はインディナが無期懲役、越田が懲役15年、善一郎さんの遺体は最後まで見つからなかった。遺族は父が今どこにいるのか、最後どうなったのか、本当のことを教えてください、先祖の墓に骨の一かけらでも入れたいのでと訴えていた。インディナは相当に肝の据わった女性だったようで検察の質問や裁判長の指摘にも中国語の通訳人を通して積極的に反論していたという。遺体なき殺人事件の立証は困難を極める。高木さんの件についてはインディナたちに罪を問えなかった。もし3人の命を奪ったことが立証できていたなら無期懲役ではなく死刑になっていたであろう。中国からやってきた女が孤独老人に目をつけ遺産をかっさらうとはどれだけ日本をなめているかが感じ取れる。木島かなえのような孤独老人狙いの女は日本人だけではないようである。高齢の父や祖父がおられる家族の方は用心してもらいたい。